吉井勲役源氏物語二王宮源氏の君は佐賀の寺に遁生して、それから数年の後に講じた。源氏の君の雲隠れの後は、光が消えたようにこの世は急に寂しくなった。 「天下の人で源氏の君を恋したわぬ者は一人もなかった中にも六条の院に住んでいた人々は何につけても思い出して嘆いた人の盛りの長くないということが今更のようにしみじみとみんなの胸に感じられた」「今せめても源氏の君の面影を忍ばせる者は明石の姫の産んだ 東大の三宮と柏木の子だけれども源氏の君の末の子になっている香るとの二人だけであったがそれとても源氏の君の美しさとは比べべくもなかった三宮は紫の上の優言で二条の院に住んでいてもうその自分は原服して兵部卿の宮と呼ばれていた 源氏の君が高じてからその周りに集まっていた女たちも泣く泣く自分の住みかと定められたところへ移っていった花ちるさとは東の院へ尿の宮は三条の宮へ移って行き明石だけは多くの宮たちの世話をするためにただ一人六条の院に残った中宮も宮中をあまりお出にならないので 六条の院が急に寂しく人づくなになったのを夕霧は見て元の紫の上の殿に落ち葉の宮を移して雲の狩りのいる三条の家と一夜置きに通った上皇は源氏の君からの頼みによって取り分けて薫をおかわいがりになった元服も十四の時に 上皇のおいででになる院行われたその年の2月には侍従になり秋にはもう右近の中将になっていた薫は幼い日に源氏の君の涙を見たことが不思議にいつまでも忘れられなかった謎のような言葉もまだ耳の底に残っていて絶えずそのことが心にかかるけれども 今は問うべき人もなかったそう思うと母の仁王三宮がまだ若いのに急に尼になったのも何か世を捨てなければならなくなったことがあったからでただ同心が深いためばかりではないらしい。薫は自分が罪の子であるということをおぼつかなくも知ってくるとともに豚腺の念が切に起こった。 薫はどこと取り立てて美しくはなかったけれどもただなんとなく品の良い優美なところがあったそれにその体には不思議にもこの世のものとも思われないような良い香りがついていて遠く隔てたところまでもこの人の追い風はにってきたこれを羨らやましく思った兵部卿の宮は朝夕さまざまの 世に優れた功をたきしめることに浮き身をやつして庭にもにおいの高い花の咲くきや草ばかりを植えた「におう兵武郷薫中将」という名はしばしば娘を持った親たちのうわさに上ったいくら世をいとっているといっても宮が恋い焦がれている冷泉院の女一宮には 同じ家に住んでいるカオルは、人知れず心を悩まさずにはいられなかった。カオルは十九の年に三義となって、この絵の中情を兼ねた。購買今の安瀬地の大名言は、父の弟の次男で亡くなった柏木の次の弟であった。 柱は兵庫の宮がお隠れになってからこの人のところへ再演してきてすでにその間には一人の男の子さえ生まれていた大納言の家には前の妻の産んだのが二人と柿柱が連れ子をしてきたのが一人と同じくらいの大きさの姫が三人あって三人ともそろって美しかった。 宮中に使えるようにという誤沙汰があったのを幸いに大納言は自分の子の上の姫を東宮の女房に出すことにした十七八の可愛らしい顔をした女であった次の姫もただの男にやるのは惜しいような気がして大納言は心ひそかに兵庫峡の宮を望んでいた宮も宮中などで大納言の男の子を見かけると いつもそばへ呼び寄せては戯れる相手にして弟だけを見ているのは嫌だと私が言っていたと大納言に言ってくれと冗談のように言われることもあった巻柱の連れ子の姫は東の殿に住んでいたが至って内気な人で母ともまともに顔を見合わすことができないほどであったそれだから父の大納言も まだ一度も顔を見たたことがなかったのである日東の殿に出かけて行ってそのあまりに他人がましいのを責めた後でとを聞かせてくれと言った姫は高じながらもつま引きで低いつま音を立て始めたちょうどそこへ大納言の男の子がこれから宮中へ行くい姿で来て笛を吹いた大納言はこの時ふと 縁に近く紅梅が咲いているのを見てその枝を折って兵卿の宮に差し上げるようにと言って紅の紙に書いた歌とともに我が子に託した自分が子どもの自分このくらいのわらわでよく源氏の君のそばに行ったことを大納言は裏悲しく思い出した。 二王宮はちょうど清陵殿の中宮の弔いどから下がってくるところであったが大納言の子を見つけて近寄ってきていつものように優しく言葉をかけた「そばに人がいなくなったので東の姫によろしく言ってくれ」などと言っていたが大納言から送られた勾配を見ても何かと姫のことを言われるのであったその夜そこに引き止められて 宮のところに泊まった大納言の子はこういういい匂いのする人のそばに寝るのを子供心にも嬉しく思った東の姫はもうかなり年もたけて情を知る頃になっているので二王宮の恋に心を動かされないということはなかったしかし父のない心細さがなんとなく胸を離れないで そういういいことかから遠ざかっていた。人目を忍んでくる文にたとえ儚かないことでも返事をしないでいると恋はかえっっててそれがたた。めに募っていったこっちでこんな恋をしていながらも宮が宇治の八宮の姫のところへ道が遠いのも厭わずに通っていくことを知っている薪柱は頼もしくないお心だと思ってそのあだ名酒が恨めしかった。 竹川「玉かずらには男三人女二人の子があったがひげ黒の大将のにわかの死にみんなは夢のような思いをして娘たちを宮中にあげることもそのままになっていたのであったそれに大将の死後は忘れたように来る人が亡くなってしまって玉かずらは寂しいしめやかな日ばかりを送っていた。 そうなた玉かずらの上の娘が美しい女だという噂があるので人知れず恋に心を悩ましている男も多かったが夕霧の子で雲いの狩りを母にしたクランドの少将も切なる思いを運んでいる中の一人であった。玉かずらは、 夕霧からも雲井の狩りからも我が子の恋をかなえてくれと頼まれて一途に思い込んだ男の心を哀れにも思っているけれどもどうも上の娘だけはただのところへやりたくないもう少し男の官位が上がったら下の娘ならやってもよいと思っていた薫はその時 C の侍従になっていてまだやっと重死後ではあるが 年よりはませて大人びてび「玉かずらの屋敷は薫のいる三条の宮の近くなので薫も時々この家の息子たちに誘われて遊びに来た美しい娘のいる家に来る若い人たちはみんな姿形に気を使わないものはなかったがその中でも美しいのはグランドの少々また優しいのは薫の侍従であった」。 正月に、夕霧は6人の子を伴って玉かずらの家を訪ねた夕霧が基調を隔てて玉かずらと話している間でもクランドの少々は何か重い屈したことがあるように沈んだ顔つきをしていたがみんながこれから二条の宮へ行くというので一緒に立った薫はみんなが出て行った後へ夕方になってから来たが 今までいた誰よりもこの美しさは立ち勝って見えたその姿を見て騒ぐ若い女たちのところまでも身を動かすびごとにえいならぬ香りがにってきた女たちが出てきてあんまり薫の周りに集まって戯れるので玉かずらは見るに見かねてたしなめるようにしかった薫はこの月の二十日過ぎのある夜 一日に来た時、自分に戯れた女たちを懲らしてやろうと思って出かけて行って仲門を入ろうとすると、ふとそこに自分と同じような脳死姿の人が立っているのを見つけた。隠れようとするのを引き止めてみると、これはグランドの少々であった。少将が琴の根に心を乱した苦しげな様子を見て、カオルはこんな無理な恋をしているものを、 哀れだと思ったまもなく琴の音もやんだので薫は少々を促して一緒に連れ立って奥へ行った綿殿の前の勾配の木の下で犀原の「梅め替え」を歌っていると女たちもそれと知ってつまどを開けて琴をその調子に合わせて弾いた2人は面白くなってその世は打ち解けて女たちと話した。 カオルがうぐいすに誘われたようにワゴンを引くと玉かずらはその妻夫があまりよく似ているので亡くなった柏木を思い出すと言って泣いた少々もよい声で犀原を歌った玉かずらの末の子の当の侍従は父のひげ黒の大将に似てこういうことは増えてだったので2人に酒ばかり勧めていたが母に言われて 二人が歌う「祭原」の「竹川」に声を合わせて歌った薫は杯も手に取らず贈り物の小内木もそのままに竹川が10日の時に歌う曲なので「水馬屋で夜が更けましたから」と冗談を言いながらその場を逃げて帰っていった少々は薫の人に心を引かせるような様子を見て 翌朝薫のところから「呼べは糸乱側しかりしを人々いかに御たまいけん」と書いた消息が唐の侍従のところへ来た玉かずらはその文を見て薫の字の美しいのを褒めた「弥生になった。 ある日桜の多い庭の縁に近いところに出て玉かずらの娘二人は碁を打っていたが二人とも年は十八区でいずれもとりどりに美しかった姉にはこぼれるような愛嬌があり妹には奥ゆかしい気高さがあった当の侍従は繁者となってそのそばに座った三番のうち一番多く買ったものが 昔から持ち主の決まらない庭の桜の木を取ることに決めた暗くなったので縁の御簾をあげて2人は晩に滞在していた少々はまたこの日もそこに遊びに来たが誰もいないのであちこちとさまよっているうちふと戸の隙間からこのありさまを見つけたじっと見ているとそこには夕日が差し込んでいて自分の恋人もそれと分かった 勝勝負は妹の方の方右が勝った。競馬の時に右が勝つと駒額をそうするので駒額駒額と言って戯れるものもあったいよいよ姉は冷泉院の女房になることに決まったそれと聞いた少々は死ぬような苦しい思いをしながらほのかに見た恋しい人の面影を募っていた。 るがしきりに唐の侍従のところへ文をやるのも目覚ましかった少々は苦しく人を恨んだり己を嘆いたりして衣がえの日が来るのも知らず顔にうつうつとして家にばかり閉じこもっていた渦き九日の印山の日には夕霧をはじめ安土の大納言のところからも車や贈り物を持たせてよこした。 少々から来た文の中には「今を限りの命」といったような悲しい文句があった女はこれを見て男心を哀れに思って返事をやると男は涙を流してそれを読んで「この人と共に立つなならば恋に死んでも惜しくはない」と思ったその夜夜更けてから女房は院の整いに登った。 年が変わって正月の十四日には霊によって男等歌があった薫は右の温度取りで少々は舞の人たちに混じっていた帝のところよりも霊善院のところの方をみんな晴れがましく思っていたがその中にも少々は恋しい人に見られるのだと思うと胸騒ぎがしてならなかった竹川を歌いながら 木座橋のそばへ歩み寄る時少々はこぞの春の夜のことを思い出して涙ぐんだ物思いにふけって不覚なことをしなければよいがと我と我が身が危ぶまれて昼のように明るい月の光に足の踏みどころもないような心地がした薫は一晩十日に歩いて疲れて寝ているところを呼び起こされて霊前院へ行った。 少々がここでは気遅れがして他のように水際だった手ぶりを見せなかったことを話すと女たちの中には訳を知っていて哀れがるものもあった「去年竹川を歌った晩のことを覚えていらっしゃいますか?」と言われるとカオルは思わず涙をこぼしたそして自分の恋もやはり浅くはなかったのだと思った 寿月に女房は院の女二宮を産みそれに一年を経てからまた男宮を産んだ妹も内の神として宮中へあげたので玉頭はもう今はこの世に心残りがなく尼になって静かに余生を送ろうと思った薫は今は三儀となって中将を兼ね少々も今は三尾の中将になっていた。 そのうち左大臣が亡くなったのでその後には夕霧がなり右大臣には安絶の大納言がなったこれと同時に薫は中納言に少々はまた三義に上った寂しく暮らしている玉頭には隣の新右大臣の家の宴の騒ぎが手に取るように聞こえてくるのにも昔のことが思い出された 橋姫この頃、世の中から忘れられたようになっている宮があった宮は桐壺の帝の八宮で源氏の君には弟にあたった霊インが東宮に立った時古貴殿の女房はそれを妬んでこの宮を建てようとしたがそれが知れたために源氏の君方の人たちから憎まれて それれっっっきり世に出らなない身となってしまった。その後宮は母のない二人の姫を相手に長い間寂しい月日を送っていたがそのうち今日の屋敷が火事にあって焼けたので宇治の山荘に移って今では全く世の中から隠遁してしまって宮中のお召しがあってもあんまり出ては行かれなかった。 山荘は宇治川の網代に近くせせらぎの音が物を思う人の耳に響くところにあったこのごろこの宇治の山には尊い阿りが一人住んでいた宮は近くに住んでいるところからこの阿りを師として仏道の修行に怠りがなく今では高僧と言われても恥ずかしからぬくらいになっていた。 アジャリは霊誠院にも教文を教えに行くのである日何かのついでに院の前で宮の噂をして立派に聖となるべき方だと言ってたたえた薫もちょうどそこに居合わせてその話を聞いて宮を懐かしく思ったアジャリは宇治に帰って薫がお目にかかりたいと言っていたことを宮に話してそれから二人は 互いに消息をするようになった薫が宇治に来て見た山荘は思ったよりも寂しいものであった水の音が絶えず聞こえて夜もよくは眠られないだろうと思うと宮はともかくも二人の姫の心細さが思いやられた薫はこの乳母息の宮から教文の教えを 聞けば聞くほど親わしく思われてしげしげ宇治へ通って行くうちにいつの間にか3年は過ぎてしまったある年の秋の末のことであった宮は四季にする権行を川波の音が騒がしいというので山の方の阿砂利の寺で7日の間行われた薫はその夜急に宇治に行きたくなって 月の出頃にしのびやかに京をたった薫は馬に乗っていたが川りは道も見えないほど立ち込めて茂った木の間を行く時は風に吹かれて落ちる露が顔にハラハラと降りかかったお忍びなのでそれとは言わないけれども薫だということは匂いでも知れた薫は山荘について初めて 宮を聞いた宮を呼びに行こうとするのをとどめて薫はそっと庭の竹垣のところへ二人の姫を垣いまみに行った水害の戸を押し開けてみると霧になまく月の光を眺めながらすだれを短く巻き上げて姫たちがいたすのこには寒そうな風をして一人のわらわと女とがいるのが見えた。 姫の一人は柱に身を隠すようにして、琵琶を前に置いて、バチを手で持て遊んでいたが、この時急に月が明るくなったので、扇でなくてもこれで月を招くことができますよ、と言いながら空を仰いだ。一人は琴の上に寄りかかるようにしていたが、玄城楽の両王はバチで入り火を招き返すのに、月はまた変わっていて面白い。 などと言ってたわめれた笑い顔は比華の人よりも美しかった。そのうち誰か客のあるのを知らせたと見えてすだれを下ろしてみんな奥へ入ってしまった。カオルは改めて姫たちに会いたいというと、一人の老女が取り次ぎに出てきて物慣れた調子で挨拶をしていたが、やがて。 霧に濡れたカリギヌ姿の薫の顔をしげしげと見ながら「出過ぎたようでございますがぜひあなたに申し上げておきたい昔話があるのでございます」と言って涙をこぼした夜が明けて鐘の音などが聞こえ始めたので霧が晴れないうちにと思って薫はこの話を中途まで聞いて立ち上がったがまるで 巫女が高いのことを話すような夢語りは怪しく薫の心に残った日魚を取る網代には大勢の人が騒いでいて芝を積んだ小さな船はいくつもいくつも川を下っていった薫は京へ帰ってからも一度かいま見た宇治の姫の面影が忘れられなかった 家へ帰るとすぐ手紙を書いて姫のところへ持たしてやった薫はまた宇治へ行こうと思ったがその前に仁王宮に話して物好きなその恋心をそそろうと思ってある静かな夕方に二条の院へ行ったさまざまな物語のついでに薫が宇治の姫たちの話をして垣間見た暁のありさまなどを詳しくすると 宮は薫の思い通り切に心を惹かれておいでになる様子であった宮は薫がこんなに褒められるようでは波一通りの美しさではないと思っていよいよ宇治の空を懐かしく思われたのであった薫の心は老女の話に少なからず動かされていた 自分の子供の時からの疑いが本当だったらどうしようと思うと薫はうっかり宇治へも近寄れなかったそういうわけで薫は月が変わって神奈月になってから宇治へ行ったアジャリも来ていろいろ教問の話などがあってその夜は薫はこの山荘に泊まった川風の音や落ち葉の響きに薫は一晩眠られなかった その翌三屋が権行しておいでになる間に薫は老女からこの間の話の続きを聞いた老女は柏木の乳母の娘のベンで柏木が末期に望んで女の宮へ送ろうとした消息を預かっていたがそれを渡す折がないうちに男の悪だくみに乗ってつくしに下りそこで10年の月日を過ごした。 そしてやっと今日へ帰ってきたが、すっかり世の中が変わっているので、夜べのない身をいささかのゆかりからここに奉公をしているのであった。老女は語り終わってから保護の入っているカビ臭い袋をかおるに渡した。今日に帰ってから薫は袋を出してみると、それはからの不染料というきれで作られたもので。 表には「上」という字が書かれてあるそして口をくくった細い組紐の結び目には柏木の名を書いた紙が貼ってあって開けるのも恐ろしいような心を起こさせるのであった手紙はいろいろの紙に書いてあったその中には「道のくがみに五六枚「病苦に悩んだ震えた字で」で 女に別れて死んでいく身の悲しさを書いたものもあればまたこれは最後のものと見えて我が子の追い先を見たいと書きさしたままになっているのもあった趣味に食われているけれども字は生々と残っていていつまでも男の苦しみを語っているように見えたこの手紙が人手に渡った時のことを考えて カオルは思わず戦慄した。「こんなことはこの世にまたとあるまいと思うと心が暗くなって目がくらむような心地がした」「薫は監禁に余念のない母を見てこのことはいつまでも自分の心一つに秘めておこうと思った」「ガモト 弥生の20日過ぎに仁王宮は大和の長谷寺に申出た以前から思い立たれたことではあるが今度は宇治を通るということがいよいよ行く気にしたのであろう源氏の君から譲られた夕霧の山荘が宇治川の向こう岸にあったので宮の一行は帰り道にそこで休んだ「夕霧が物意味で来られないので」 かおるがかわって出迎えに来たのをみやはかえってそのほうが恋しく思う姫のところへつてにもなってよいと思った夕方になってそこでひくことの音は川を越えて八宮の山荘にまで聞こえてきた翌朝みやは川沿いの柳の風になびく影が水にうつるのを見ながらなんとなく帰りたくないと思っているとちょうどそこへ 川向このの山荘からのところへ手紙を持ったた使いが来た宮はすぐ薫に代わって返事を書いた宮は若い人たちを誘って船に乗って「寒水落」を歌いながら川向こうの山荘に遊びに行った薫をこの時つくづく羨ましいと思ったそしてせめてもの心やりに宮は桜の枝を折らせてそれに文を結びつけて 可愛いわらわに持たせてやった父の宮は二人の姫が寂しそうに暮らしているのを見ると親心として耐え難く思った姉は25妹は22でもう二人とも女盛りの年であった真実恋したう男があったら知らない顔で許してもよいと思ってはいるけれども それほど深い心の者は一人もなく仁王宮がなおこの恋が諦められないでいるというのもどれほどの真実があってのことか疑わしい薫が久しぶりで宇治へ行ったのはもう文月になってからであった今日の中はまだ秋らしくなっていなかったけれども音羽山や牧野のあたりに来るともう吹く風も冷たかった 宮はいつもよりも喜んで薫を迎えた宮は月の明るくさした座敷で時々念仏を唱えながら昔語りなどしていたが胸の中の悩みはおのずから話のうちに漏れた宮は自分の亡きあとの姫のことを涙を流してくれぐれも薫に頼んだ秋も少し老けてから 宮はまたあじゃりの寺に行ってご行をしようと思い立たれたその前に宮は姫たちに人は一度は死ななければならないと言って悲しい遺言をした寺に行く前の日に山荘の中をあちこちと眺め回してなんとなく名残が惜しまれるように見えた自分が死んだ後の姫たちの心細さを思うと 宮はががちぎれるような心地がした。宮はその翌日の朝早く帰り見がちに出て行かれた宮の念仏三昧が今日果てるという日の夕方であった寺から使いが来て宮がご病気だということを知らせてきた姫たちは驚いて悲しさに胸がつぶれた そのために宮のお帰りは二三日延びた。アジャリは宮のそばについて看病をしていたが、それとなく最後の近づいたことを知らせて、この寺を大往生の地になさるように進めた。それは葉月の末で、空の色も悲しい頃であった。月の光が川の表に冴えて、かすかに鐘の鳴る暁に、 夜中に宮がお亡くなりになったという知らせを持った使いが山荘に来た。弔いはアジャリの寺で行われた。香るは何かと亡き後の世話をしていたが、中院が住むとすぐ宇治へ見舞いに行った。黒い貴重が水から空いて見えて、その影にしょんぼり座っている人を思わせるのも哀れであった。 薫はその次に訪れた時仁王宮にかこつけて自分の恋を打ち明けたがなんとなく近づきがたい心地もするのであった薫は少し気恥ずかしくなって宮の居間へ行ってみたが塵がひどく積もっている中に仏壇の花だけが新しいのも涙を誘った薫が悲しそうに柱に持たれているのを若い女たちは 「美しいと言って覗き合った」「いつの間にか冬が過ぎて春となったということは寂しく暮らしている山荘の人たちにもアジャリのところから雪毛に積んだというセリやワラビが送ってきたので知れた」「薫からも仁王宮からも消息は絶えずあった」「宮は去年の長谷詣のことを 楽しく思い出すとともに遂げられない恋をもどかしく思って薫を責められることもあった三条宮が焼けて母の雨宮が六条の院へ移ったりしたので薫は宇治へ行く暇もないうちにまた夏を迎えなければならなかったその年は暑さがいつもよりひどかったので薫は 川風が涼しいだろうと思って、夜の明けないうちに京を立って、宇治の山荘へ行った。カオルは宮の今の次の間にいると、隣の寺物の前に姫たちがいることが、絹ずれの音で分かったので、屏風を避けて、襖の掛け金のところにある、小さな穴から向こうを覗いた。ちょうどみんな自分たちの今へ行こうとしているところで、一人の姫は、 基調から水の外を覗いていてた。「それはどうも妹の方らしく鈍色の一重に肝臓色の袴を履き手には隠すようにして数珠を持ってすらりとして丈が高くつやつやした黒髪はほとんど内木の裾に届くくらいあったそこへまた一人の姫がいざり出してきて「あそこの襖がむき出しなのね」と カオルのぞいているふすまの方を振り向いたがこれはまた前の姫よりも美しくなまめかしかった黒い合わせに妹と同じ肝臓色の袴を履いているのがかえってなんとなく哀れに見えたカワ色の黒髪が少し薄れて紫の髪に書いた経を片手に持った手つきは妹よりも痩せていた 妹は向こうのふすまから入ろうとした時何と思ったのかこっちの方を振り向いて笑った揚げまき幾とせか聞き慣れた川風も今年の秋は身にしみて悲しかった亡き宮の一周期も近づいたので山荘では法事の支度に忙しく カオルが来たときはちょうどみんなが光机の飾りの揚げ巻きを編んでいるところであった。カオルはすだれの下の貴重のほころびたところからそれらしいものが見えたので仏へたてまつる眼紋を書くついでに揚げ巻きに編んだ糸のように幾度も幾度も会いたいという意味の歌を書いて姉に見せた。しかし女の変化がつれなかったのでカオルはうろめしそうに それの書いいててある紙を眺めていた。薫は仁王宮が妹の姫を思っていることを語ったが姉はどうすればいいかわからないような返事をしていた薫は妹をそうしておいて姉を自分のものにしようと思っているのだがそれはなかなかうまく行きそうもなかったそのうち日が暮れたので は今夜はここに泊まることに決めて事物の前にいる姉とすだれを隔てていろいろの話に世をふかした女たちは気を利かしたつもりか遠く離れたところへ行って寝てしまって仏前の桃花を掲げに来るものもない女は少し気味が悪くなって立って奥へ行こうとした時薫は静かに屏風を押し開けて中へ入った。 女は逃げて半分奥の前入ったところを男のために引き止められた。カオルは女の髪の方に乱れかかったのを穂陰に見つけて優しく指で払ってやった。女はもにやつれた姿を見られたのを恥ずかしく思っているところへ、カオルから3年前の霧の朝の垣間見の話を聞いてなお一層耐え難く思った。 その自分からの恋だと思うと女にはこれまで真面目な顔をしていた男心がわからなかったそばにあった短い基調を仏の方へ立てて二人は何ということもなく寄り添って寝たが仏前の甲の香りやしきみの葉の匂いを嗅ぐと薫はなんとなく自分の煩悩が恐ろしくなって女に手を触れることだけは思いとどまった男が、 人の世の無情を語る時には女もはかなそうに物を言った生きているからこそそんな浮き目にも会うのだと思うと女はつくづく世の中が悲しくなって涙がこぼれたもう暁に近いと見えて友の者のせき払いや馬のいななく声などが聞こえ始めた襖を開けて 二人は哀れな秋の空を眺めた軒に生えた忍草に置いた露がだんだん白く光っていくのも見えた二人は互いに縁な姿であると思った懐かしい調子で二子と三子と話し合っているとだんだん辺りは明るくなって鳥の羽ばたきがすぐ近くで聞こえ夜明けの鐘の音が かかすに響いてきた。「明るくなってゆくのを女は恥ずかしがって男にあちらへ行くように頼んだけれど夕べ2人が何事もなく世を明かしたとは誰も思うまいと言って男はなかなか行こうとしない女がせつに頼むので男は「絹布のお別れはこんなに苦しいものだろうか」とつぶやきながら元の座敷へ帰っていた。 女は人が何と思うだろうと思うともう眠ることもできないので妹のところへ行った妹は夜中に話し声が聞こえたので姉の身を気遣っているところへちょうどその人が来たのであるから喜んで余儀をかけようとするとうつりがの匂いが強く鼻を打ったそれは紛れもない薫のだと思うと妹は 姉のの身に昨何事かかあったのだと知って悲しかった恋が遂げられないので世の目も寝ずにもだえた薫はまだ月が残っている自分に二大宮のところへ行った宮も同じような思いで眠られないと見えて絵に描いたような秋草の庭を前にもう目を覚まして起きていた。 宮は,は例によって宇治の姫のことで薫に恨み事を言ってから「今度は一緒に行きたい」と言われた霧が出て月の光も暗くなると薫にはそぞろに山荘の哀れなありさまが思い浮かべられるのであった。 宮と妹との恋もうまく行くに違いないと思ってカオルは宮と宇治へ行く日の手はずなどを決めた28日は彼岸の終わりで都合がいい日だったのでカオルはそっとお忍びで宮を宇治へお連れ申したカオルは自分一人先へ行っていて闇に紛れて宮を馬で山荘に呼び入れたのであった。 その夜、薫が姉に向かって恨み事を言っている間に宮は扇を鳴らして合図をした女たちが手引きをするままに妹の寝ているところに忍んでいったこれは最初から薫の計ったことでこうすれば自然自分の恋も遂げられると思ったからであった女は薫からこのことを聞いて思いもよらぬことが起こったものだと思った カオルは今はもうそうなるのが二人のすくせだと言って襖も引き破るような勢いで苦しく書きくどいたしかし女の道理のある言葉を聞いているうちに男の心もだんだん崩れてきた逃げて入りもしない女を男は哀れにも優しく思った今夜はなぜか二人の耳には水の音までが悲しく聞こえた そのうち鐘が鳴って夜の空は白み始めた夜の明けないうちにというので薫は名残を惜しんでいる宮を促して車へ乗せて急いで帰ったが宮はこの朝くらい今日を遠いと思ったことはなかった宮はそれからしげしげ宇治へ通っていった女はただ恥ずかしいと思っているばかりで 物もよくは言わなかったが宮にはかえってそれがいじらしく見えた宮は恋しさに耐えかねて宮中をそっと抜け出して夜更けてから小畑辺りを馬で飛ばして宇治へ出かけてゆくこともあった女もだんだん宮の城にほだされてきて宮のお姿が見えないのを寂しく思うようになった二人で眺めていると 朝霧の晴れてゆくままに宇治橋が見えだしてくるのも面白かった宮は頼りなさそうにしていた女の様子を思い出して一日に幾度となく思い余ったような手紙を書いたいまだに遂げられない恋に心を苦しめていた薫は神奈月の初めは網代で費用が取れる頃なので宮を誘って宇治へ行った。 お忍びのつもりがいつの間にかことが大きくなって今は三義の中将になっている夕霧の子のグランドの少将やまたその兄の炎門の神をはじめとして多くの天上人もその子に加わることになった宮の船は紅葉で屋根を拭いて飾り立てて還元の音を立てながら川を上ったり下ったりして遊んだ。宮も香も、 山荘の人たちがさぞ恨んでいるだろうと思っていても立ってもいられないような心地でその世はみんなの酔っているのを興ざめ顔に見て明かした翌日は是非どうにかして行きたいと思っているところへ中宮大部がまた天井人を連れて迎えに来た宮は京へ帰る空もないような心地がして山荘へは残念だが行かれないということを こまごまごまと手紙ににしたたためてお送りになった女はすぐ目の前にいながらすげなく帰っていく男の心が恨めしかった宮は悲しそうに山荘の方ばかり眺めていたが松の梢に這いかかった蔦の色までが未練らしく美しく見えた若い人たちの中にも何も知らずに山荘の姫たちの噂をするものもあった。 山荘の人たちはだんだん遠ざかっていく先追いの声を寂しく聞いた姉は男というものはよく嘘を言って思わぬ人でも思っているようなことを言うということが本当だと思うと忍びかねたように涙をこぼしている妹がかわいそうでならなかった自分も生きていたらあんな思いをするすくせがあるのではないかと身の行く末をはかなんでいたが いろいろ思い詰めた果てはとうとう病気になってしまった。それに宮はその後宮中に閉じ込められてどこへも出られなくなった上、妹の女一宮に仕えている女たちなどと戯れていたので、時々思い出しながらもあれほどしげかった宇治がよいがぱったり途絶えた。カオルは女が病気だということを聞いて宇治へ見舞いに行った。 病気にかこつけて女があうまいとするのを、カオルは無理にすだれの前へ通った。船遊びの日に来られなかった事情を話して、宮を恨まないようにと言ってなだめたりしたが、女はただ心細そうに泣いているばかりであった。女が前よりも懐かしそうな様子をするのが、男には死が近づいたためのように思われて悲しかった。 は一晩三層に泊まってあざりに年頃な祈祷を頼んで京へ帰った女たちがしている宮のよくない噂がふと耳に入ったので病んでいる人ははたと胸が塞がるような心地がした聞かないふりをしてすやすや寝てはいたけれども今は人を恨むよりか 自分たち姉妹のこれから先の身の置きどころが危ぶまれた誰しも物思いのある時にするように肘枕をしながら歌たた寝をしている妹の寝姿の美しいのも哀れであった夕空が少ししぐれてきて風が音を立て始めた驚いたように起き上がった歌たた寝の人はパッと顔を赤く染めながら お父様のの、夢を見ましたの心配そうな顔をしてここにおいでになりました」と言ったそれを聞いて病んでいる人は「私は夢ででもお目にかかることができない」と言って二人で泣いた薫は毎日のように見舞いの使いを出していたがそれではなんとなく心もとなかったので霜月になってから 少しは良いと聞いたけれども自身で宇治へ出かけていった物を食べないので病んでいる人の体はすっかり弱って今ではもう声も出ないほどに衰えていた薫はこんなになるまで知らせなかった女たちを恨みながら断ってあったアジャリをはじめ多くの権のある僧たちを呼び寄せて祈祷をさせた。 12人の僧には「法華経」を絶えず読ませた。明かりは隣につけてあるので女の寝ている部屋は暗かった。薫はそっと入って病んでいる人の手を握った。なぜ声だけでも聞かせてくださらないんですと男に言われて物を言うのが苦しいからと女は息の下から答えた。 声を立てて泣く男の手に触った女の額は熱で少し熱かった「何の罪でこんな病気になったのでしょう?」と男が耳に口を押し当てるようにして言うと女は恥ずかしがって袖で顔を隠した「なよなよとした美しい寝姿を見てこの人が死んだら自分はどうしたらよいだろう?」と思って男は 胸が張り裂けるような心地がした薫は夜通し看病をした暁に普段んの層が交代して急に声を張り上げたので眠りこけていたアジャリも驚いたように目を覚ましてダラニを読み始めたどこかで霜になく千鳥の声が聞こえたその日は 宮中でで豊の明かりの宴のり宴あある日であった。風がひどく吹いて外は吹雪が荒れ狂っていた夜になって病んでいる人のところに行くと機長が風に吹きあおられているのも薫の目には哀れに見えたそばにいた女たちもいなくなったので男は女の近くに寄って死の迫ったことを悟らせるようなものだと思いながらも耐えかねて泣いた じっと見ていると腕なども細くなって影のように衰えているが色が白く美しいことは昔に変わらず枕からこぼれ落ちた髪もつやつやとにっていた女は袖から少し顔を出して悲しそうな声で「妹を私だと思ってください」と言った時承知をしてくださればよかったのにと恨めしそうに言っていたが そのうちにひどく苦しみ始めた。薫が驚いて呼び入れたアジャリの火事もそのかいがなく女はものの枯れてゆくように息が絶えてしまった薫は夢のような心地で明かりを近くに寄せてすやすやと眠っているような美しい女の死に顔をじっと眺めた。 「髪を書いてやると生きていた時のような匂いがするのも悲しかった」「早く目に見えないものにしたら少しは悲しみも忘れられるだろうと思って泣きがらを焼くと虫のように衰えていたその体からは煙も濃くは立たなかった」「山荘の日は儚く過ぎていた」

まびしがらせた。さわらび春が来ると、妹はまたさらに悲しく、亡き姉のことが思い出されて、自分一人生きながらえているのが、夢のように思われてならなかった。父に別れた時よりも悲しいと思って、明け暮れ亡き人を恋しがった。 アジャリのところからわらびやつくしをかごに入れて送ってよこしてそれにはまずい字でわざとらしい慰めの歌が添えてあったがそれも涙の種であった二大宮は宇治へ通っていくこともできがたくなったのでいよいよ姫を京へ迎えようと思った胸に余る思いを打ち明けようと思って訪ねてきた薫の話を 宮は涙を流して聞いていたがこの時宮も自分が女を京へ迎えたいと思っているということを薫に話した薫は喜んで自分も恋人の形見だと思ってお世話をしようと言った明かりが風に消えた闇の中で二人は尽きせぬ恋の思いを語り合って夜をふかした姫が宮のところへ迎えられる日は いいよいよ薫はこの日の寮として車や付き添いの人々や美しい衣服などを送ったそしてその前日には自身この山荘に出かけてきて女と水越しに会って話したその日を思い出していつぞや垣間見た襖の穴によって覗いてみたが今日は屏風が立ててあって中を見ることができなかった。 住み慣れた山荘を出て日に行くことをはかなんでいる女の様子が亡き人によく似ていると思うと薫は今らのようにこのままよそへやるのは口惜しいような気がしたもう庭の勾配にはうぐいすのなく音が聞こえていた姫が二条の院へ着いたのはもう酔いが過ぎてからであった。 待ちかねていた宮は車のところまで出迎えて自分で女を抱いておろした薫はその夜の晴れ晴れしい様子を聞いてなんとなくこの世を味気なく思った左大臣もそのことを聞いて自分の娘の六の君よりも先を越されたのを恨めしく思った宮はそれを聞いて哀れに思って消息だけは時々送った。 薫は二条の院の桜が盛りなのを見ると主のない山荘の春の寂しさが思いやられてふと宮を訪ねてみる気になった何かと物語をしているうちに夕方になって宮は三大をしなければならない時となった車の支度ができたり友の者が大勢集まってきたりし始めたので薫は底をじして宇治から迎えられた人のところへ行った。 この庭の桜を見ると、私にはいろいろ悲しいことが思い出されてなりません。庭を見ながら、薫がこんなことを言っているところへ、宮が見えて、あんまり心を許してはいけないよ、と、そっと心配そうに女の耳にささやかれたので、女はなんとなく心苦しく思った。宿り木。 味噌のの菊の花の色も合わせて、しぐれがしめやかに降る日のことであった。三門は富士つぼの女房の忘れがたみの女二の宮のところにおいでになって、泣き人のお話などをしておいでになった。三門はこの哀れな母のないものの育成をお考えになると、誰か力になるような男に目合わせなければならないと思いになった。 そして誰彼と心の中でお選びになった末薫にその話をほのめかしてみようとお思いになって人をお召しになって「今清涼殿には誰がいるか」とお聞きになった「中塚左京の親王神助神親王中納言源の阿尊薫」とそうするのをお聞きになって帝はすぐに薫を呼べとお命じになった。 帝はさりげないご様子で、カオルを相手に豪を始めになった。軽々しくは渡されない賭物があると仰せになるのを聞いて、カオルはなんとなく胸が騒いだ。カオルは三番のうち二番勝ったが、帝はその日は掛け物の何であるかを明らかにはお打ち明けにならなかった。しかしカオルはこれが尿二宮であることを悟っていた。 翌年の夏になって仁二宮の母の藻が開けた薫はあんまり知らず顔もしていられないような心地がしてその頃は時々手紙を宮に送っていたがなお亡き人のことが忘れられないで昔あったという半言講の煙の中にでもその人の姿を見たいと思った仁大宮が 葉月には左大臣の第六条を迎えるという話を二条の院の女も聞いていよいよ自分が思っていた通りの悲しい時が来るのだと思うと父の遺言がまたしみじみと思い出された「宮が何とも打ち明けずに未来までも変わらない」などと心にもないことを言われるのを聞くと死ぬまで薫の恋を退けていた姉の心が 今初めて分かったたような気がし見ごもっているのを知らないで整いをすると言っては帰らない夜の多くなった男の心変わりを恨まずにはいられなかった薫は女を哀れだと思うと同時に女を宮に譲ったことを悔いる心がムラムラと起こった姉は妹を自分に許そうとしたのに 自分はただその人を得たいばっかりにそれを拒んで無理に宮の恋を遂げさせてしまったそれが今では仇となっているのだと思うと薫は宮の多情を憎むとともに自分の浅はかな心が恨めしかった今はもう二十四の薫も亡き人の身代わりのようにこの妹が思われて独り寝の床で苦しい夜を明かすことが多くなった。 はかなく思い明かした暁に霧の間垣に咲いた朝顔の花を見つけた薫は格子を上げてじっとこの花を見つめていたがやがて人を呼んで目立たないように車の支度を命じた庭に降りて朝顔を引き寄せておろうとするとついはハラハラと薫の手にかかった二条の院に着いたのは まだ朝霧が辺りをこめて女たちもいぎたなく眠っている自分であった薫は亡き人によく似ている声を聞くとすだれを引き上げて会いたいと思いながら開いた扇の上にさっきの朝顔を乗せて中へ入れた朝顔にまだ梅雨が置いているのを見て「花とゆとどっちが哀れでしょう」という女の声は 薫にはどうしても亡き姉の声としか思われないのであった薫がジの話をして涙をこぼすと中でも忍び手にすすい泣きをする気配であった2人は互いに哀れだと思い合ってジの山荘を寺にしたらどうだろうなどという話も出たまた山ごもりをしてしまいたいような女の口ぶりなのを は悲しいことだととだ思ってどめた。日が出てから薫はきっと宮に疑われるだろうなどと思いながら帰っていった宮は左大臣の第六条を迎えてからだんだん二条の院へ行かない日が多くなった女は男を待ちわびる日が多くなるにつれて日暮らしのなく宇治の山荘が恋しくなった。 毎日涙がちな日ばかり送っていたがそのうち思い余って薫のところへ会って話したいという手紙を書いた薫はその手紙を何度も繰り返して読んだ後に返事を書いたが着物はもとより長子染めの扇にまで孔を焚き込めたりして翌日の夕方二条の院へ出かけていったなおすだれと貴重とがその間には置いてあったが 今日は座敷の中であった。「声が遠い」という男の言葉に誘われて少し身動きをした女の気配を聞いてカオルは急に胸が波立つのを覚えた。女が宇治の山荘に帰られるようにしてもらいたいと頼むのをうつつに聞きながら薫は持たれていた柱の横からすだれの下に手を入れてその袖を捕らえた。 女が物も言わずに袖を引くと男の体はそれについてすだれの中に半分入って女の横に添い寝をしたような形になった男が長い間隠していた恋を打ち明けて泣くのを見て女も泣いたまだ酔いだと思ってそこを出た薫はいつの間にか暁形近くなっているのに驚かされた その日二条の院へ行った宮はふと女の着物から紛れもない薫の移りがが似合うのに気がついた夕べの一へはすっかり着替えたのだけれどもなお体に染み渡っている男の香りに女は身の置きどころもないような心地がした宮は必ず何事かあったのに違いないと思うと妬ましくってならなかった 色々なじって聞くけれども女は黙っていて一言も返事をしないなまめかしく泣く女の様子を見ると宮は一層妬ましい思いを増した宮はそれから23日は二条の院にとどまっていて逗子空椅子の中から男の手紙を探したがそこから別にこれといったものも見いだされなかったある日の静かな夕方に はまた耐えかねて訪ねてきた女が病気だと言って避けるのを男は無理に奥に通ってあった胸が苦しいなどと言って女にさすらせたりしているのを見ると男にはこの人も姉に似て短命のように思われて悲しかった私は宇治に寺を建ててそこに亡くなった方の絵を描かせておこうかと思います という男の言葉を聞いて女は思い出したように「そういえば近頃遠くから都へ帰ってきた人で姉によく似た人がいるんですよ」と言った薫はこの人から思いがけないことを聞くと思うと夢のような気がしたがそのうち話の様子でそれは亡くなった宇治の宮が女たちの一人にお産ませになった女の子であるということが分かった。 自分の恋を避けるために聞かせた話だと思って恨めしい気もしたけれどもさすがにカオルはこの話に心を惹かれないではいられなかったカオルは長月の二十一日かにふと思い立って宇治へ行った山荘には人影も見えないでただ秋風と川水の音とが寂しく聞こえているばかりであった ベンはまとなってここに住んでいたが薫が来たので出てきて話した亡き人のことなどを言い出して二人はたまらなくなって涙をこぼした薫はその夜山荘に泊まったがここに寺を建てるとするともうこの家も見納めだと思って座敷の中を見て歩いた仁物はアジャリの寺に持っていってなく そこには天の権行の具だけが寂しそうに置かれてあったこの夜薫は天から亡き人によく似ているという人の身の上を聞いたそれは中将という女房にできた浮舟という女であった女はその子を連れて陸の守だった人に嫁いだがその後夫と共にその人国の日立に行っていて この頃になっっててまたた。京へ帰ってきた「姫はもう二十歳ぐらいにおなりでしょう」と天は言った激しい木枯らしに紅葉はもうみんな散ってしまっていたがただ松に絡まった宿り木のツタだけが火のような色をして残っていた薫はそのツタを少し引きちぎって京へ持って帰った。 薫から届けてきた宇治の蔦をちょうど二条の院へ来ていた宮は手に取り上げて見ていたがそれにつけてよこした手紙のさりげない文句も宮にはかえって妬ましかった庭の雄花に夕風が吹くのを寂しそうに眺めながら宮が恨むような調子であなたはなんだか物思いがあるように見えるというのを聞いて女はこぼれる涙を扇で隠した 木更木の初めに薫はゴン大納言になって右大将を兼ねたその例に二条の院にも行ったが二大宮と二人並んだところは美しさに辺りがまばゆいほどであったその夜二条の院では男の子が生まれて共演はそれから毎日のように続いた薫からは祝いとして母へ三十重ね 声ご重ねの美しい着物を送ってきた帝からもお博士をお出しになったその月の29日に女二宮の模擬の式があってその翌夜には引き続いて薫との婚礼が行われたしかしこうやってみんなから羨まれる身になっても薫には亡き人のことが忘れられないで 宇治の寺の出来上がる日がひたすら待たれた亡き人の妹だと思うとその子の五十日の祝いの品にまで心を込めて陣死範白銀黄金などを匠を集めて細工をさせた夏になってから女二宮は三条薫の,の家に迎えられたお送りをする女たちの車が30台 お迎えに出た女たちの車が十二台あって、この中には美老毛の小金作りの車も混じっていた。青い祭りが済んでから、カオルは寺のことが気にかかるので、宇治に行って不審中の寺を見てから天を訪ねようとして山荘の方へ行くと、計らずも向こうから荒くれた東国節を大勢連れた粗末な女車が、 一台橋を渡ってくるのに出会った田舎びた人たちだと思って山荘に入って見ているとこの一行もやはりこの家を指してくるのであった誰の車かと薫が聞かせると友の中の一人は「日立の善次の姫が長谷詣のお帰りだ」とだみ声で答えた薫はそれを聞いて「さては車の中のは浮舟か」と心の中でうなずかれた。 薫は自分が来ていることを黙っていさせてそっと車から降りる時に女の顔を見ようと思ったしかし決まりが悪そうに出てきた体のほっそりとしているのが亡き人に似ているとだけは分かったけれども顔は扇で隠していて見ることができなかった女はなでしこ色の着物に薄青い高知着を重ねていたがやっと車を降りてから るのいるすぐ隣の間のすだれの中へ入ったふすまの穴は四尺の屏風の上にあったのでそこからのぞくと隣の間の中はすっかり見えた浮舟は疲れたと見えてあちらを向いて寝ながら女たちの旅の話を黙って聞いていた横に投げ出した腕は真っ白でとても東国育ちの人とは思われなかった 薫は腰が痛くなるまで立って覗いていたが垣間見ていることがわかるといけないと思うと身動きもできないそのうち誰か薫の匂いに気がつくものがあると見えていい匂いがしますね海女さんが炊くのでしょうかなどと驚いたように言う声が聞こえた女たちがポリポリ音を立てて栗を食い始めたので薫はルは襖から離れてこっちへ来たが なお心は不思議なほど隣の女の方へ引かれてまたしばらくすると覗きに行った雨が来て浮舟が起き上がったので薫には女の顔がすっかり見えた目つきや髪の生え際のよく似ている顔をじっと見ているとまざまざと亡き人を見るように思われて薫の目からは涙がこぼれた物を言う声は、 妹に似ていた。日が暮れてから薫は尼に会って「ここで会うのも縁が深いからだと伝えてください」と言うと「何の縁でございましょう」と言って尼は笑った「薫は浮舟を恋しくは思ってはいるものの 日立ののの神娘というので夜をはばかって、その後追消息をせずに過ごした。そのうち浮舟と目合わせようと思っていた左近の少将が女が常陸神の実の娘でないということを知ってその妹と結婚をしてしまったので母の中将は親心から娘を哀れに思ってしばらく浮舟を預かっていただきたいという手紙を二条の院へ出した。 の宮の姫ということを誰も知らずに侮られるのが口惜しくって母はなおさら娘を二条の院へ近づけたいのであった返事が来ると中条はすぐに浮舟を連れて出かけたその座敷には物意味の人がいると言ってあったので誰も来るものもなく親子はゆっくりそこに落ち着くことができたちょうど宮が見えて 位の者がひざまずいて用をうかがっている様子などを見るとその人の聴を受けている女の幸福が中将には初めて分かった翌朝中宮の病気見舞いに行こうとなさる宮の装束姿はまた昨夜とは変わった美しさであったちょうどそこへ用があって気合わせた脳死を着て太刀を吐いたつまらない顔をした男があったが それが左近の少々だとわかると、中将は胸をとどろかしながらもあざけりの目で眺めずにはいられなかった。そして宮をいくら見ても飽き足らないほどお美しいと思った。宮が出かけてから後で、中将は亡き宮や姉姫のことを言い出して泣いたりしていたが、カオルのことをお二人で話しているときにちょうどその人が見えたということを知らせてきた。 気長を直したりして待っていると、先追いの声が遠くで聞こえて、入ってきた薫の姿は、中将の目には美しいというよりもつやめかしく見えた。懐かしい調子で薫はまたいつものような物語をした。まだ亡き人を忘れないで思い沈んでいる男の様子を見ると、さすがに女の心も引き入れられるような哀れを覚えないではいられない。 やがて男の気を変えるために女は浮舟がここに来ていることを話した薫はそれを聞いて「片白だから恋しい時には撫でましょう」などと冗談を言いながらもその人への伝言を頼んで帰っていった持たれていた薪柱にも敷いていたしとにも写りがが高く残っていて女たちの中には物知り顔に「 薬王本の中の「五寿宣談」というのはこれかもしれないなどというものもあった娘のことをくれぐれも頼んで翌日の朝まだ暗いうちに中条は迎えの車に乗って帰っていったその時ちょうど宮は宮中から退出して帰ってきたところで門のところで中条の車とすれ違った。 宮は誰か忍んで通ってきたものではないかと疑って誰の車かと友の者に聞かせた「日立殿の車です」という返事に宮の友の者がどっと笑うのを中将は車の中で悲しく聞いた宮は日立殿というのは誰だろうと思いながらなお疑いが晴れなかったその日の夕方宮が女のところへ行ってみると 髪を笑いに行っていてそこには女たちも見えなかった宮は仕方なしにそちこちの座敷の中を歩いたりしていたがいつもは誰もいない座敷に見知らないわらわが見えたのでふとそこへ行ってみる気になった細めに開いた襖の間から覗いてみると一尺ばかり向こうに立てた屏風の一枚畳んだところからすだれの前に建てた貴帳が見えて そそのそばには派手なシオン色の着物の上にお見返しのような色の上着を重ねた人がじっと外を眺めていた宮はそっと襖を開けてそばに寄って屏風の間に身を置いて女の着物の裾をとらえた怪しく思って扇で顔を隠して見返った女の姿はひどく生めかしく宮の目に映った宮は突然 扇を持った女の手を握って、あなたは誰だだかか名を聞かせてくださいと言った。女はその声を聞くと怯えたようにすくんでしまった着物の匂いで香るかと思ったがもう恥ずかしくって物も言えないそこに目の戸が入ってきたけれどもそんなことに驚く宮ではなく「名を聞くまでは許さない」と言って馴れ馴れしく女のそばへ横になった。 宮だということが分かったので、目のとはあきれた。女たちは灯籠にだけ明かりを入れて、もう方々の格子を下ろし始めた。どうなることかと思っていると、ちょうど折りよくそこへ宮中から使いが来て、中宮のご病気が急に悪くなったということを知らせてきた。宮はそれを聞いて心残りな様子だったが、散大しないわけにもゆかないので、恨めしそうに出て行かれた。 女は初めて恐ろしい夢から覚めたような心地がした二条の院の君は涙で濡れた額紙を見られまいとして明かりに顔を背けている浮舟の姿を美しいと思った優しい言葉で慰めて絵などを出して見せたりしていたが亡き姉に似ているのも懐かしかった。 姉は父に似ているとみんなも言っていたのだからこの人が似ているのも道理だと思いながら目に涙を浮かべてじっと浮舟の顔を眺めていた夜が更けるまで話して暁近くなってから姫は浮舟を自分のそばに寝させたのとの話を聞いて驚いて二条の院へ来た中条は「明日もあさっても物意味だから」と言って すぐに娘を連れて帰ったそしてこういう時の片互いに来るために三条辺りに小さな家が設けてあったのでそこへそっと浮舟を連れてきておいた「女はこんな家に心細くいなければならない自分の身の上がはかなまれた」「中条はしばらく辛抱するように言い含めて悲しそうに泣きながら帰っていった」「浮舟は 『三条の家でつれづれな日ばかり』を送っていた出入りをする者は東国なりの男ばかりで庭にはまだ見るべきほどの花も植えてなかった寂しさのあまりに二条の院の君を恋しく思うこともあったがまた時には自分に恐ろしい目を見せた人のことが思い出されて今もうつりががなお残っているような心地がすることもあるのであった。 秋も終わりに近くなってから寺が出来上がったので、カオルは宇治へ出かけていった。カオルはいつものように涙ぐんで天と話していたが、今浮船が三条の隠れ家にいるということを聞くと、急に山に案内させてそこへ会いに行きたくなった。カオルは明後日て迎えの車をよこすという約束をして、日が暮れてから京へ帰った。 その日が来ると朝早く薫は下郎の侍と顔を知らない牛飼いとを車につけて宇治へやった天は野や山を見て悲しくさまざまなことを思い出しながら京へ来た三条の家へ着くと浮舟は喜んでこの老いたる天を迎えたその夜女は天の口から薫の話などを嬉しく聞いていると もう酔いすぎてから宇治から来たと言って忍びやかにほとほとと戸をたたくものがあった門を開けると雨まじりの冷たい風が吹き込んできて何とも言えないよい匂いがさっと家中にみなぎったのですぐに薫が来たのだということが女にも分かったどうしようかと思って途方に暮れている女の耳には差し止むる「むぐらやしげきあずまやの」の あまりほど降る雨注ぎかな、と「と雨の降る中で口ずさんでいる薫の声が聞こえてきたその夜薫はいつぞや隙見をしてから恋しく思っていたということを女に話した男がおっとりしたこの女をいじらしく思っているうちに夜が明けてきたがここでは鶏が鳴かないでまず王子を通る人の声が聞こえた」。 カオルは車を妻戸に寄せさせて女を抱いてそれに乗せた。アともう一人ジジという女を乗せて車は宇治に向かって動き始めた。瓦を過ぎて保証寺の前まで来ると夜は全く明けた。石の多い道になるとカオルは女を抱いてやった。 薄物の細長を一枚つるして隔ててあるけれども朝日が差し込んでいるので二人の姿は天の方からも見透かされた天はもしこれが亡くなった姫だったならばと思うと涙がこぼれた薫も山が深くなるに従ってその人のことが思われるのであった袖が重なって車の外に出ていたので 皮切りに濡れて女の赤い人重は男の脳死の花だ色に染まった山荘に着いたけれどもカオルはまだ亡き人の魂がここにいるような心地がしてならない悲しさを紛らすように琴などを引いていたがそれもいたずらに思い出の種となるばかりであった恥ずかしそうに 白い扇をまさぐりながら横になっている浮舟を見ていると額髪の様子などが亡き人にそっくりなども悲しかった「そうお代上夜琴の声」とかすかに吟じていた薫には女の持っている扇を見ても「伴女の寝屋」が思い出された。 浮船「仁王宮はあの夕闇に見た女をどうしても忘れることができなかった消えてしまったようにいなくなったのを残り惜しく思っているうちにいつの間にか年が変わって正月が来た3日に宮が二条の院へ来ていると昼ごろに小さい目のわらわが緑色の薄ように包んだ文と に添えた文とを持って走ってきて女の前に置いた宮がどこから来たのだと聞くとそのわらわは「宇治からだと申します」と慌ただしく答えてそれからごが金で塗ってあることなどを口早にしゃべるのであった宮は女の顔が赤くなったのでもしやこの手紙は薫から来たのではないかという疑いを起こした。 宇治からというのもその人が考えつきそうなことだと思いながらその手紙を開けてみるとそれは誰だかわからないが若々しい手の女文字で宮野を疑ったようなものではなかったその文面で宇土を送ってきたことが分かるとともにその中にあるその夜の恐ろしさに懲りて三条上致しかね候という文句でどうやら いつだかの忘れられない女からのように思われたのであったミアは思いがけない手がかりができたのを喜んですぐ薫の家のことをよく知っている家来の大内忌を呼びにやった薫が近頃宇治の山荘へよく出かけてゆくわけもミアにはそれとうなずかれた大内忌の話で薫の秘密はすっかり分かったが果たしてその女が いつぞや夕闇の中で見た女かどうかまだ宮にははっきり分からなかった宮はそれを確かめるために一度宇治へ行ってみたいと思って官位を得させるという約束で大内記に案内を頼んだ宮はこういう隠れた恋をしている薫が妬ましかった六月の末のある日の夕方 今日明日は薫が行く気遣いはないということを探って三屋は四五人の友を連れて忍び姿で宇治へ出かけた宝生寺の辺りまでは車でそれからは馬に乗って行った急いだので三屋の一行は夜が更けないうちに山荘へ着いた大内岐は隣の,の人のいるところを避けて西の方の足きを破ってそこから三屋を案内した 格子に近寄ると硫黄すだれがさらさらと音を立てて鳴った戸の隙間からのぞくと貴重の布がみんな上の横着にかけてあるのですっかり見えた明かりを明るくして何か縫っている女が34人いたがそのそばで糸をよっている美しい目のわらわは宮が見覚えのある顔であった浮ひねは 肘を枕にして横になりながら明かりをじっと眺めていたが何か物思いにふけっていると見えて女たちが何か言いかけるのにも返事をしなかったこうやっている間にも宮の心はこの人を売る手立てについて思いまどっていたそのうちに眠そうにしていた女たちが寝始めたので浮舟も少し奥に入って寝た宮は 別にいい手だても思いつかないので今来たような様子でそっと戸を叩いて「早く開けてくれ」と薫の声の真似をしていった途中で恐ろしい目に出会って怪しい姿をしているから明かりを暗くしてくれと言って中に入ったので女たちには「宮」ということが分からなかった宮は黙って襖を担いで女のそばに寄り添って寝た 女がそばに寝ているのは薫ではないと気がついた時はもう声を立てることもできなかった夢ではないかと思っていたがやがて男の恋を訴える言葉で宮だということがわかると女の目からはとめどなく涙が流れ落ちたそのうち夜はずんずん明けていった宮は女たちにはゆうべ小幡山で日陰に出会ったので 今日から着物が来るまでここにいると言わせて、終日奥の一間にこもっていた。誰が来ても会わないようにすだれを下ろして、それには物意味と書いた紙を貼った。女は怪しい運命にもてあそばれている身をしみじみ悲しく思いながらも、死ぬほど思い焦がれている男の情を嬉しく思わずにはいられなかった。 女は石山詣をすることになっていたので向かいの車が来たけれども今朝の夢見が悪かったからと言って返したいつもは山ばかり見て暮らしているので日が暮れるのが待ち遠しいが今日は時が惜しまれるほど早く過ぎた2人は互いに美しいと思いながらうっとりと酔ったような心地になっていたがそのうち宮は紙に何か書いて 私が会いに来られない時はこれを見て思い出してくださいと言って女に見せた見るとそれは美しい男女が寄り添って寝ているところの絵なのであった互いに歌を見せ合ったり何かして一日暮らしてその夜はもう一晩そこに泊まって宮はまだ女に名残が惜しまれたけれども思い切ってあくる日の朝早く 馬にに乗って京に帰って帰た風がひどく吹いて霜の白い暁であった鴨川の渚の薄らいを踏む馬の足音も宮の耳には心細く聞こえた宇治では石山もうでもおやめになったので浮舟は毎日寂しい日ばかり送っていた。 宮からは激しい恋の手紙が引き続いてくるけれども月が変わって如月になってもどうしてだか姿を見せなかった薫は久しぶりで宇治に来た先に寺に行って度胸をさせたり何かしたので山荘に来たのはもう夕方になってからであった烏帽子に脳死を着た男の美しい姿を見ると女は今さらのように 自分の罪が恐ろしくなって恥ずかしい目を見せた宮のことなどが思い出された薫は長く来なかった間の苦しさを言葉づくなにしみじみと女に話した思い乱れているような女の様子を見て薫は寂しい時を過ごしているからだとばかり思っていた男は過ぎし日の悲しみを思い女は来たるべき日の嘆きを思って 二人は黙って、遠くに宇治橋の見える夕月夜の景色を眺めていたが、寒そうに須先に立っている白鷺の姿を見ると、二人とも哀れだと思った。木更木の十日には、宮中で死の会があって、仁王宮も香るも行った。降り積もった雪に、星屑の光がおぼつかなく差している夜の庭を見ながら、 るが思い余ったように「さむしろに衣をかたしきこよいもや我をつらん宇治のはしひめ」と口ずさむのを寝たふりをして聞いていた宮は胸がにわかに涙つのを覚えた。宮はとうとう耐えかねてその翌日の夕方急に宇治へ出かけていった。 きょうは消え残った雪があるばかりだったけれども山に入るにしたがって雪がだんだん深くなったみんな道もないようなところに踏みなやんでやっと夜更けてから山荘についたこんな雪を犯して来てくれた男の情を女はしみじみうれしいと思った宮の着物は雪にぬれて 一層高い匂いを立てているのでその夜もまた薫のように見せて女のところへ忍んでいった宮はとても今夜今日へ帰ることはできないと思われたので夜が明けないうちに人目のつかない川向こうの家へ女を連れて行く手はずにしておいた夜中にこのことを心得た友の者がすっかり用意ができましたという声を聞いた宮は すぐに女を抱えて外へ出かけた女は小さな川船に乗せられたので心細くなって岸を離れるとしっかり宮にすがりついた暁近い月の光に水の表は昼のように明るかった川の中にある橘の小島によってそれから船は向こう岸に着いた。 女は自分を流れのままに漂っていく小舟に例えて行方も知れぬ身の上を嘆いた宮は船から隠れがまで女を抱き上げて連れて行ったそこは家来の時方の叔父の稲葉神の,の家で風よけに網代屏風などが立ててあった垣根のそばには雪がまだまだらに残っていて 今でも時々思い出したように降っていたがそのうち朝になると日が出て軒のつららもキラキラと光った女は白い合わせを五枚重ねた霧で袖口や裾がはためくのを恥ずかしく思ったしかし宮はこうやって打ち解けた姿で女といるのを喜んでついてきた女房の侍従に「黙っていてくれ」などという声も嬉しそうであった。 川向かいの山荘の方を見ると山には雪が残っていて木立に冬もやが漂っているのも夕べの道を思い出させた宮は硯を持ってこさせて歌を書いて女に見せたりしていたが女が何心なく「中空にてぞ我はけぬべき」という歌の下の句を書くと「中空というのはあなたの心が迷っていることなのだろう」 と言って咎めた。女は初めて気がついたように恥ずかしがってその髪を破った二日の間「物意味だ」と言わせて2人はこんなことをしてうつつなく時を過ごした自重に乱れた髪をすかせてそっと届けてよこした濃い紅の着物の上に勾配を折った熱いうち着を重ねている女の姿は今日は一層美しく 宮の目に見えた。長寿を使う時には侍従は自分の毛を取って女につけた」「宮は戯れが過ぎると思われるほど女をかわいがって京へ連れて行くということを幾度も幾度も繰り返していった」「そればねに薫が来ても手も触らせてはいけない」などと言われるのも気の弱い女には無理なことのように思われて悲しかった。 恨んだり泣いたりして日を暮らして夜が更けてから山荘に帰ったがその時もやはり来た時のように女は宮の手に抱かれた宮は京に帰ってから病気になったまるで食事が進まないので日に日に痩せ衰えていくばかりで長い手紙さえ書くことができなかった女は宮のことが忘れられずに 恨みの言葉を思い出すと目には宮の顔がちらつき少しうとうと眠るかと思うとすぐに宮の夢を見るのであった病苦をしのんで書いたような宮の手紙に女はますます引き寄せられていくけれども頼りに思う薫から見捨てられたらどうしようと思う心も絶えずしていた二人からの消息が同時に女のところへ来ることもあった女は時々 宮の書きししててていいったた。絵をは薫が浮舟を迎えるために建てた家が出来上がってふすまの絵などを描かせていると聞いて宮の心も少なからず騒いだそして宮もまた下京に女を隠しておくべき家を借りた薫が卯月の1日に女を迎えようとしていると聞いて 宮はその前の晩に女を盗み出そうと密かに心の中で企んでいた浮船は母の中条に会って二条の院の人の話を聞くといよいよ自分の罪が恐ろしくなった川水の音がすざまじいのを聞いて「さっき私森の孫が竿を差し損なって流されました」などと言っている女たちの言葉も 女にはひと事ではないように考えられて自分もあの川に身を投げて死んでしまいたいと思う心も起こるのであったある日宮の使いと薫の使いとが山荘で出会った薫の使いは随人を務めているものだったので宮の使いの顔を見知っていた怪しいと思って後をつけさせると宮の使いは二条の院に行って 大内に返事を渡した薫は随人がその話を他のものにしているのを聞いてから散大すると図らずも台番どころの戸口で大内忌が手紙を宮に差し上げているのを遠目に見つけた宮は封を切って赤い薄ように細々と書いた文を広げていたがあんまり夢中になって読んでいるので後ろから誰か来るのにも気づかぬらしい。 ちょうど佐大臣がそこに来かかったので、カオルは咳払いをしてそれを知らせた。ミヤが慌わてて懐へその手紙を隠して、まだ前の紐もかけないとき、佐大臣はそのそばを通り過ぎていった。カオルは宮中を退出しようとするとき、混雑のまぎれに、さっきの随人に、宇治からの返事はどんな色の手紙かと聞くと、それは赤い紙に書いてあったと答えた。 は車の中で宮と浮舟との間に何事かあるということを考えて思い乱れて家へ帰った「女はただ短く人に笑わせたもうな」と書いた薫の手紙を見るとはたと胸が塞がるように思ったが何と返事を書いていいかわからないので「ところが違っているようだから」と言って元通りにして持たせて返した。 すべての秘密が薫に知れてしまったということがわかると、女はいよいよ最後の時が来たと思った。夢のような宮の恋を頼んで、薫と別れようと思う心などは少しもないのに、薫を忘れて宮にばかり心を寄せているように、女たちが思っているのも腹立たしかった。どうかして死にたい。私ほど情けない人はないのだから。 女はこう言ってさめざめと泣いた。カオルからは手紙を返したことについては何とも言ってこないまま幾日か経っていつかその月の20日も過ぎた。女は死のうと心を決めてからは残しておけないような保護を明かりで焼いたり水に投げ入れたりして毎日少しずつ減らしていった。 ももうこここででは宮にお会いすることもできない。するときな薫の言いつけで見張りが急に厳しくなって近頃来た三層森の内どねりがフクロウのような声も恐ろしかった女からはっきりした返事が来ないので宮は苦しさのあまり宇治へ出かけた足垣の近くに行くといつもと違って「衰カする声に驚かされた。 馬に乗って佇たずんでいるのを見て田舎犬が出てきて盛んに吠えた百姓屋の垣根のそばのむぐらの上に煽りを敷いて宮が休んでいるところへ家来の一人はどうしても会うことができないという女の代わりに侍重をそっと連れ出してきた宮は我が身を哀れに思って涙をこぼすと女も一緒にもらい泣きをした そのうち夜もだんだん老けていったが犬がけたたましく吠えるのを聞いてゆずるを鳴らしながら「火の用心」と叫ぶ声も山荘の方から聞こえてきた夜霧に濡れて帰っていく宮の姿を哀れに生めかしく思いながら泣く泣く帰ってきた侍従はその夜のありさまを残らず女に話した思い乱れて寝ていた女は 黙ってその話を聞いていたがそのうちに枕は涙で浮くばかり濡れた翌朝も泣き晴らしたまぶたを見られるのが恥ずかしくって女は遅くまで起きなかった昼前にやっと起きて力なく帯を締め直してから親に先立つ罪の許されるように経を読んだゆうべ宮と話をすることができなかったのが 死のうとする女には心残りであった頼りに思っている薫の嘆きも女には悲しく思いやられた母も恋しいいつもは思い出しもしない弟や妹も懐かしい二条の院の人も思い出されてこうなるともう一度多くの人たちに会いたかった川の方へ忍び出していく道などを考えていて女はその晩は まるで眠らずに明かした宮から手紙が来たのでその返事に女はただ自生のような悲しい歌を一首だけ書いた薫にも返事をやりたかったが方々に書き置きを残すと思われるのも恥ずかしいと思ってやめた母からお前の死んだ夢を見たから度胸してもらえと言って」。 橋梁まで添えて手紙が来たすぐに近所の寺へ頼んでやるとやがて悲しい響きを立てて金が鳴り始めた女はその鐘の音を聞きながらそこに置いてあった教官に「金の音の頼る響きに音を添えて我がを尽きぬと君に伝えよ」という歌を書いた。 陽炎山荘の人たちは朝になって初めて浮舟のいないのに気がついて驚いて頬を探したけれどももうどこにもその姿を見いだすことができなかったまるで物語の中の姫が盗まれたような不思議な朝であった女たちはこの間からの思い沈んでいた様子から押し量ってきっと身を投げて死んだのだろうと思った。 宇治の空はその日は涙に曇っているように見えた雨のひどく降る最中に母の中条はやってきたがあまりの悲しさにぼんやりして娘は本当に死んだのではなく鬼にでも取られたのではないかなどと物語めいたことを考えていた何も知らなかった母は女たちから都の間に起こったことを聞かされて 娘がいよいよ死んだに違いないと思うとこの流れの速い川に自分も落ちて溺れたいような気がしたせめて亡きがだけでも探し出したいと思ったがそれではかえって娘の死に恥をさらすようなものだと思ってやめた秘密を知っている者ばかりで女の使っていたちょうどやその晩脱ぎ捨てていったふすまなどを取り集めて車に乗せて 泣き殻を運ぶような体裁にして葬式を出すことにしたそれには目のとのこの僧に叔父のあじゃりとその弟子たちそれから元から知っている老僧などがついていって向こうの山の前の腹で人を寄せつけずにこっそり焼いた仁王宮はこのことを聞いて何かに疲れたようにぼんやりしていたがそのうち心も静まってくると いことが思い出された薫も悲しみに耐えかねて二条の院へ出かけて行ったがお辞にあたる式部卿の宮の藻にこもって鈍色の着物を着ているがちょうど亡き人のためのように見えるのであったそ知らぬ顔をしている宮をそれとなく恨むような話をしているうちに薫はもう涙をこぼさずにはいられなかった。 その日はさりげなく帰って行ったが月を経て薫から宮のところへ「黄泉へ通うホトトギスの声を聞いたから」と言って悲しい歌を結びつけた橘の枝が届いた宮には浮舟の死んだことがまだ夢のように思われてならなかった詳しい話を聞きたいと思って迎えの車を宇治へやると喪服姿の 美しい次女が泣く泣くそれに乗せられてきた女がそれまでひどく思い悩んでいたことや死ぬ前の晩にはひどく泣いていたことなどをこまごまと侍従が話すのを聞いて宮は女の心の苦しさが思いやられてさらに新しい悲しみを覚えた手紙を焼いたりなすった時「なぜ私たちは気がつかなかったのでしょう」と 今さら帰らぬことを言って侍従は泣いた明け方になって帰っていく侍従に宮は櫛箱と衣箱を一個ずつおやりになったがそれはみんな亡き人への贈り物として作らせたものなのであった薫も宮と同じ思いで宇治へ出かけていったがみちみち自分と宇治の一家との因縁を思うと しみじみ我が身の在庫の深いのにおのの数にはいられなかった。薫は山荘について初めて女が身を投げて死んだということを知った。宮と自分とどっちの絆も立つことができないで、つい川の近いために身を投げて死のうという気が起こったのだろうと思うと、薫は女をこんなところへ住まわせておいたことが今さらのように悔やまれて、 などとはかない名を呼んだことなどが思い出された今は立死になっている例のあじゃりに7日7日の供養を頼んで薫は思い乱れて京へ帰った浮舟を思う心に変わりがなかったがそれでも宮の方は蟻のすさびの恋をして心を慰めることもあるようになった宮がこのごろ遊びどころのようにしている 妹の一本の宮のところに小財相という美しい女があって薫とも親しければ宮もまた時々は言い寄ることもあったしかし女は多情な宮を嫌って薫の方へなびくようなそぶりを見せた蓮の花が盛りの頃であった中宮のお催しでホッケ八甲が六条の院で営まれた 源氏の君のため紫の上のためというように教官によってする亡き方々への供養であった5日の朝座の行が終わると取り払ってあった銅の飾りや襖を元の通りに直すために大勢の人がごたごたし始めたので一本の宮は西の綿殿の方へ来て休んでいた薫は上の絹を農紙に着替えてから 今日来ている僧の一人に用があるので釣り殿の方へ行ってみたが、もうみんな帰ってしまった後であった。そのまま池のほとりで涼んでいるうちに、香るはふと小財商がいるところがこの近くだということを思い出した。女の絹ずれの音が聞こえるので、そっと目凍の襖の細めに開いたところから覗いてみると、座敷の中は美しく飾られていて、 貴重が多く立てられているためにかえってその間から奥が尾頭された34人の女が箱の蓋の上に氷をのせて割ると言って騒いでいたがみんな空布も見も着ていない打ち解けたなりなので薫には最初は誰だかわからなかった見ているとそのうちの一人白い薄物を着た女たちがこんなことを言って騒ぐのを笑って見ている ひどく笑いい顔の美しい女があった。暑さに耐えられないような日だったので多い髪をうるさがって横の方になびかしている姿はなんとも言えず生めかしかった言うまでもなく一本の宮であるということはこの時初めて薫の心にうなずかれた他の女たちの中には扇を使っている女が目に留まったが 何か言った声で香るにはすぐそれが小財省だということが分かったとうとう蓋の上の氷が割られて女たちは手に手にそのかけらを持った頭に乗せる女もあれば胸に当てる女もあった小財省は氷を紙に包んで差し上げたがじきに宮はしずくが垂れるからもう持たないと言って濡れた手を吹かせた 薫はその声を聞いてうれしく思った鼓に出ていた下郎の女はふとふすまを閉め忘れたことを思い出して急いで帰ってくるとそこには一人の脳死姿の男が立っているのを見つけた我を忘れてかけてくる足音に驚いて薫は急いで身を隠したが悩ましい思いはいつまでもその胸に残ったあくる日 カオルは朝早く起きた。そして妻に着せる薄物を急いで縫うことを女たちに命じた昼ごろそれが出来上がってきたので薫は自身で女に着せた髪も多く袴も同じ日なのだけれども昨日の人とは比ぶべくもなかった薫は氷を持ってこさせて女たちに割らせたその欠片の一つを取って 女に持たせて喜んでいた薫は昨日今日のように宮を見ることができたならばと思って嘆いたその翌日薫が中宮のところに行くとちょうどそこに仁大宮も見えた濃い長寿染めの薄物の下重ねがよく似合って少し痩せた美しい顔だちは妹の一本の宮にそっくりであった。 薫は恋しさに涙す胸を押さえて何気なく宮と話した。その時宮が寂しがっていると薫が言ったので多くの美しい絵が中宮からも一本の宮からもその妻の女二宮のところへ送られた。薫はその返礼として一本の宮へ送る絵を集めたがその中には芹川大将物語を書いたものがあった。 それは唐君という男が女一宮に恋して秋の夕べに思い沈んで殿を出ていく絵であったが薫はなんだかその男が自分のような気がして心が惹かれたそろそろ鈴風が立ち始めたので中宮の宮中に入る時も近づいてきたなんとなく名残が惜しまれたので六条の院では鈴みや月見にかこつけて 絶えず還元の遊びがあっ仁大宮と薫とはいつもその宴の席に見えたある日薫は座を外して東の綿殿の方へ来ると端の人まで大勢の女の何かひそひそ話をしている声が聞こえたので友達になってくれと冗談を言いながらその中に入っていったそこらを見回すと脱ぎ捨てた唐ぬなどがあって 手習いをしていたと思われる硯の蓋の上には誰だかもてあそんでいた花などもあった貴重の影に隠れている女も後ろを見せて座っている女も襖の影に顔を隠している女も薫の目にはみんなとりどりに美しく見えた薫が硯を引き寄せて歌を書いて この襖の陰に顔を隠している女に見せるとその女は身動きもせずにすぐに変化を書いて出したこの美しい女は誰だろうと思いながら薫はそこを出て降乱に寄ってかすかに潮を口ずさみながら暮れていく庭を眺めていた立って向こうに行くその女らしい絹ずれの音がしたと思うといつの間にか宮もそこに来ていたと見えて その女の名を聞く声が聞こえた「一本の宮のところの中将でございます」と誰かが答える声を聞いて薫は誰だろうと思って懐かしがっている自分のようなものにすぐに名の分かってしまう宮遣いの女を哀れだと思った薫は何となく行ってみたくなっていつぞや垣いまみをした 西の綿殿の方にさまよっていった。月を見ながら層を引いていた女たちは、ふいに来た薫に声をかけられて、驚いてすだれを下ろすことも忘れていた。薫がさりげない顔つきで、宮の様子を尋ねるのに答えたのは、さっきの中将と呼ばれた女であった。薫は胸の切なさを紛らすために、そこに出してあった層を引いた。 毎日うかうかとその日を送っているように見えるものの何につけても薫には宇治の姫たちのことが思い出された怪しく悲しかった恋をつくづく思い続けているある日の夕暮れはかなく飛んでいる影楼を見ていると薫には自分の恋がこの影楼のように行方も知れず消えてしまったのだということがまたしみじみと 嘆かれるのであった手習いその頃永山の与川に住んでいる何菓子の草図という構想があった大和の長谷に参景に行った母の天が帰りに奈良坂を越える自分から病気になって宇治のある家で寝ているということを 一緒についててったた妹ののから知ら知せてきたので、宗ずは旅の空を案じて急いで山を下って看病に来たその家ではちょうど御嶽掃除をしている最中だったからそこでもしものことがあってはならないというので病人を京へ連れて行こうとしたけれどもあいにくそっちは中神の通り道にあたって塞がっていたそこで宗ズは朱雀院の御寮の宇治院がこの近くにあるのを思い出して。 そこに一両日の宿を借りようと思って使いをやった。よぼよぼした宿盛りの沖縄が迎えに出たので、ソウズは弟子たちを連れて先に行った。宇治の院はもうひどく荒れ果てていた。ソウズは気味が悪いところだと思ったので、真よけのために僧たちに経を読ませた。後ろの方の庭を見回りに出た二人の阿じゃりは、 友の宋に持たせた松明の光でふと森かと思われるような大きな木の下になんだか白いものがあるのを見つけた松明でよく照らしてみるとそれは人間の形をしたものだったのでアジャリの一人は変化を退ける院を結んだアジャリ二人は紙があったら逆立つだろうと思われるほど怖がっているのにただ一人松明を持った僧はつかつかとそのそばへ近寄っていった。 よく見るとつやつやとした髪の長い女が木の根にもたれてむせ返るように泣いているのであった想ズもこのことを聞いて見に出てきたみんな黙ってじっと見ているけれどもどうも変わった様子がない想たちが信言を唱えたり院を結んだりしている中にあってさすがに想ズだけは確かに変化でないと言ったとにかく聞いてみようというので 宿穂名を呼ぶとやまびこの答えるのも恐ろしかったそのうち雨が降り出してきたので宿戸守の穂名が狐の変化だというのも構わずに僧ずはこの気を失ったようになって泣いている女を家の中に運び込ませた後から病人と一緒に来た妹の尼はこの話を聞いてふと長谷寺で見た夢を思い出して 急いで行ってみると女は匂いの高い白あやの着物を一重ね着ただけで赤い袴を履いたまま横たわっていた目を細く開けているので言葉をかけだけれども返事をしないだんだん弱っていくのを憐れがって尼はあじゃりに家事を頼んだそのうち女は時々はっきりと目を開くようになったそして涙を流しながらかすかな声で 生きていても仕方がないのですからどうぞ夜この川に沈めてください」と悲しそうに言った2日の間宇治の院では病んでいる尼とこの女の2人のために祈祷の声が絶えなかったそのうちに天の病もよくなれば塞がっていた方も空いたので僧津の一行はここを立った女も 妹のマと一緒の車に乗せられていった。天たちの家は永山の麓の尾野というところにあったので、その夜もかなり更けてから着いた。女の様子は、う月が過ぎ、さつきが過ぎても変わらなかった。妹の天からの手紙を見て、ソウズは不思議に思いながら、祈祷のために山を下った。 これで弦が見えなければ一生祈とうをしまいと心に誓って一晩家事を続けていると暁になって重篤されたと見えて女についている史料が口を利き始めたそれはある僧の史料で亡くなった宇治の姫はやはりこの史料のために取り殺されたのであった観音菩薩も守っているし僧図の火事には敵はないと 資料が口押しそうに言ったかと思うと、女はだんだん正気に帰ってきた。女は辺りを見回したけれども、一人も知った顔がなく、年老いた僧や尼ばかりがいたので、なんだか知らぬ国へ来たように悲しかった。杉地日のことを考えてみるけれども、どうもはっきり頭に浮かんでこない。その夜は、 人の寝静まるのを待ってつまを開けて外へ出たが風が強く川並みの音も高かったのでなんとなく死ぬのがためらわれてその子に腰を下ろしていると美しい男が出てきて抱き上げていって知らないところに置いて消えてしまった女はそれから先のことがどうしても思い出せなかった女がだんだん良くなるのを見て ソウズはかわへ帰っていったアマは泣いてばかりいる女を哀れに思って心を尽くして慰めて自分で髪をすいてやることなどもあった天の目にはこんなに美しい黒髪は珍しかったなんだか自分は竹取物語の中の翁のような心地がしてこの女も かぐや姫のように消えてしまうのではないかと危ぶまれたそのうちこの山里にも秋が来て稲刈り歌の歌われる頃となったここは同じ小野でも夕霧のよく訪れてきた山荘よりも奥に入ったところだったのですぐ後ろの山からは松風の音が心細く聞こえてきた女は毎日 しめやかに今日ばかり読んで日を送ったそして暇があれば手習いをしてそれには悲しい歌などを書くこともあった月夜に天たちが昔話をしているのを聞いていても女にはそれがみんな他界の消息のように思われるのであった天の昔の婿で今は中将になっている人があったが そうとなって与川にいる弟を訪ねる時にはいつも小野の家へ寄り道をしていくのが習わしであった浮舟は先追いの声を立てながら美しい仮ぬ姿の男がお見ないしや桔梗の咲いた庭に入ってくるのを見て薫が宇治へ来た時のことを思い出した中将は天と貴重越しに話していたがそのうち雨が降り出してきたので振り込められてしまった 中条はこうやって話をしている間でもさっき廊下を通る時風に吹き上げられたすだれの下から見えた美しい女の黒髪の色を忘れることができなかった海が奥へ行った後で中条は昔なじみの少々という女を呼んであれは誰かと言って聞いたしかしはっきりした返事を聞かないうちに雨がやんだので中条は友の者に促されて ななななく帰っっていかかければならなかった。中条は帰りがけに庭の御名石を折って「こんなところにどうしてあんな女がいるのだろう」と不思議そうにつぶやいていた与川でも中条は弟の禅師にこのことを話したその翌日の帰り道にも寄った中条は 葉月の十日過ぎに小鷹狩りのついでにまた小野の家を訪ねた。男は少々を通してその恋を打ち明けてきたが女は今はそんなことに返事のできる身ではないと思った。歌をよこしたけれども返しもない。これまで生きながらえていたことさえ浅ましく思っている女にはただこれから先どこをさすらいの身となるであろうなどということばかり考えられた。 浜は中将が心を紛らすように吹く笛の音を聞いて哀れだと思ったしわ吹きしながら出てきた牢にもワゴンを引きながら古めかしい歌を震え声で歌ったその翌日から毎日のように中将から踏み遣いが来るのを見て女は早く雨になってこの恋から逃れたいと願った女は毎日度胸残昧の時ばかりを送っていた 長月になってから海女はまた長谷詣に出かけていった浮舟は海女のいない心細さに少々を相手に碁などを打って遊んでいたが秋の夕べの風の音を聞いているとさすがにさまざまなことが思い出されたその夜月の光を踏んできた中将はまた少々を通していろいろなことを言って女に迫った。 女はそんなことの取り次ぎをする少々を恨めしく思っていつもは覗いてみたこともない老人のところへ行ってしまった女はいびきを立ててぐっすり寝ている尼たちのそばでまんじりともせずに恐ろしい一夜を明かした「与川のお宗頭が一本の宮の祈祷のために山を下ってくると聞いて女は今日こそ いいよいよ天にしてもらおうと思ったこれを着るのかと思うと六尺に余る長い髪を好きながらも「書か,かれとてしも乳まの」という許可などが口ずさまれて悲しかった夕方山を下ってきた宗ズは女が泣きながら尼にしてくれと頼むのを聞いてこんな美しい人がどうしてそんなに世を厭うのだろうと思って哀れになった。 一度治療に疲れたこともあるしこれから先の命も危ぶまれたのでとにかく尼にした方がいいかもしれないと想ズは思った想ズは7日の祈祷を済ましてからと言ったが女がどうしても今日と言って泣いて聞かないのでそれではというのですぐに貝を授けることにした女が喜んでハサミと櫛箱の蓋を差し出したので想図はアジャリを呼んで「 女の髪を下ろすように命じた貴重の帳,の帳の間から出した黒髪を見てあまりの美しさにアジャリはハサミを持ちながらどうしようかとどった想ズが仮に自分の袈裟と衣とを女の肩にかけて親のいる方を拝めと言った時女はその方角がわからないで涙をこぼした「露天三害中」という「 ソーズの授ける甲の言葉が女の耳に悲しく聞こえたかと思うと切られた額紙がほろりと手に持った櫛箱の蓋の上に落ちた浮舟が雨になってからは小野の家はますます寂しくなっていった女は毎日ただ硯に向かって手習いをして慰めていたが書く歌も書く歌も みんな世を捨てたいとか身を亡き者に思うとかいう悲しく儚かないものばかりであった長谷詣から帰ってきた尼は女のこの姿を見て伏まろんで泣いたそして泣く泣く鈍色の小内ぎや毛さなどを縫わせた一本の宮の悩みは想図の祈祷のために目立ってよくなっていった。 7日が過ぎてもまだ引き止められていた宗ズはある雨のしめやかに降る晩に中宮に召されて物語をしていたが生き量だとか死料だとかいう話が出たついでにこの春の宇治の院での出来事からその女に会を授けたことまですっかり話した中宮はこの話をお聞きになってふとそれは薫が言っている女ではないかとお思いになったそばで聞いていた小宰相にも やはりそ二人は薫に知らせてやりたいとは思っているものの会ってみるとなんとなく言い難かった想ズは帰り道にまた小野の家に寄ってけさや褒絵にするあやや薄物を浮船に送ったその日は一日風の音がすざまじくしていたのでこんな日は山伏も鳴いているだろうと想ズは山を思いやって 心細そうにつぶやいていてたその言葉を聞いて女は自分も今は出家山伏の身だからこう涙がこぼれるのだろうと思いながら園へ出て外を見ているとはるか向こうの谷の方からいろいろの仮絹を着た人たちの姿が現れてきた時々黒谷の方から永山へ登る層の影が見えるばかりの道を誰が来るのだろうと思って見ていると それはなお諦めかねて通ってきた中将なのであった中将は少々の手引きでやっとその日は襖の穴から女の姿をのぞくことができた肝臓色の下着の上には薄鈍色の綾を重ねたかわいらしい女が逸絵になった檜王儀のような切り紙をして 数珠は貴重にかけたまま一心に経を読んでいる姿は絵にも描きたいほど美しかった。こんな女をむざむざあまにしたかと思うと、中将は自分の過ちのように悔やまれたので、物狂おしい気配を聞かれるといけないと思って。急いで襖のそばを離れた。女はあまになってから、少しは心が晴れたように見えた。 朝夕の言行も怠らずにして法華経は言うまでもなく多くの経文を読んでしまった雪が深くなって人の行き来も耐え果てた頃が長く続いた正月になってもまだ氷に閉じられていて小川のせせらぎの音も聞こえなかった女には悲しく宇治の雪の日が思い出された まだ儚かない慰めにしている手習いにもその日を思うような歌を書いたある日老二の孫にあたるキイの神を務めている人がこの頃今京に登っていて訪ねてきた女は何心なくその人と天との話を聞いているとふと「日立の神」と言っているのが耳に止まった耳をすまして聞いていると 語られているのはまさしく薫が,が浮船の一周忌をするからその供養にするために亡き人の装束を整えたいと天に向かって言っているのであったなお女はその人の話で薫がまだ自分のいなくなったのを悲しんでいて昨日も宇治川の水を見て泣いたということなどを知った木の神はそれからまた仁王宮の噂などをして帰っていた。 アマはその後二、三日は紀の神から頼まれた供養の装束の立ち縫いに忙しかった女は死んでから着るべき着物が生きている自分の目の前で作られるのを見てなんだか不思議な心地がした薫は浮船の一周期を済ますとすべてが終わったような哀れさを覚えた雨の降る寂しい晩に カオルは中宮の御殿へ行って、仏寺にかまけていてご無沙汰をしていたと言って、お詫びを申し上げた。中宮は仏寺とお聞きになると、いつぞやの草図の話が思い出された。そしてカオルが何も知らないでいるのをかわいそうにご思いになって、そっと小侍獣を呼んで、何かのついでに話してやるようにお言いになった。カオルは、 その夜小宰相からその話を聞いた時はさすがに驚かずにはいられなかった薫はその女は確かに浮船に違いないと思った「女が今尼になって住んでいる小野というのはどこなのであろうどうして会いに行ったらいいだろうと」と薫はさまざま思い悩んだ末ともかくも相図に会って確かめてからにしようと思った。 毎月8日には薬師仏にかこつけて亡き宇治の姉姫の供養をしていたので薫はこれまでも時々永山の中堂に行った今度もその帰り道に与川の僧図のところへ寄ろうと思って薫は女の弟にあたる常陸神の子を連れて出かけた女に会った時はうれしさよりも悲しさが先立つだろうなどと薫は さまざまに思い乱れて、栄んに行く道をたどっていった。夢の浮き橋。カオルは中道でいつものように役し仏の苦行をして、翌日よかわの総司のところにいった。この思いがけない訪れに驚いて騒いでいる人たちが。 少し静かになってから、薫は想ズに向かって、小野に知っている家があるかと聞いた。薫が少し膝をすめて声を低くして、実は、その小野の家に、私の知った女があなたのお弟子の尼になってかくまわれているということを聞きましたが、本当でしょうかというのを聞いて、想ズは思わず驚きの目を見張った。ただ人とは見えなかったが、 さては薫の恋人だったのかと思うといかに奉仕の務めとは言いながら無駄と甘にしてしまったことが我が身の過ちのように悔やまれて宗ズはしばらく返事に惑ったしかし隠してもいられないので宇治で女を見つけてから髪を下ろすまでの顛末を宗嗣は長々と語るのであった薫は もうこの世にいないと思っていた女が生きているという話を聞いて夢のような心地がして涙がこぼれそうになるのを想ズの前だと思ってじっと耐えた想図は薫がもう一度女に会って話したいというのを聞いていくら世を捨てて尼になっているとは言っても女のことだから会うとまた煩悩が起こらないものでもないとますます罪を深めていく女の身を哀れに思った。 は自分よりも先に弟を女に合わせにやろうと思ったので呼び出して引き合わせた上わらべに持たせてやる添え手紙を宗嗣に頼んだ日が暮れてきたので薫は山を下っていった途中小野の家へ寄ろうかと思ったが不意に行って女を驚かすのを無敏だと思ってやめた小野の近くに来ると薫は 先追いの声もしのびやかにさせた「毎日青葉の山ばかり見てわびしく暮らしている浮舟には槍水に飛ぶ蛍だけがただ一つの昔覚える友であった」「今日も山の方を眺めていると谷陰から先追いの声も涼しく松明を数知れずともした一行が現れてきた」「それを見て天たちが」 今日カオルの大将が余川いらしたそうですからきっとそうですよと言っているので心を止めて聞いているとその中に昔聞き慣れた随人の声が混じっているのが女には分かった女は阿弥陀仏に心を紛らして胸の切なさを忘れようと思った薫は今日途中から女の弟をおのの家にやるつもりだったのだが 友の者に怪しまれるといけないと思ってやめてその翌日改めて姉に会いに行かせることにしたカオルがそっと女の弟を呼んでお前の姉さんは生きているのだから会ってくるがいいと言うとわらわは涙が落ちそうになるのを紛らして大きな声で返事をした女はソウズから来た手紙で隠していたことがみんな知れてしまったのがわかった 尼がこれまで素性を隠していた女を恨んでいるところへ与川の総図の消息を持ってきたという者が訪ねてきた何だろうと怪しみながら縁に和ろうだを敷いて待っていると入ってきたのは美しい顔をして立派な装束を着た一人のわらわで差し出した手紙の表には「入道の姫君の恩方に、山より何がし」と総図の名が書いてあった。 手紙を読んでいるうちに女の目にはこれを持ってきた弟の姿がありありと見えて涙はハラハラと膝にこぼれた女は自分をどこまでも死んだ者として誰にも隠しておいてもらいたいと頼んだけれども天は到底隠しきれるものではないと言って聞かなかったそして弟をすだれの中に入れて 貴重を隔てて姉に会わせた。「弟はうとうとしくする姉を恨めしく思いながら貴重の下から薫の手紙を入れてすぐにお返事をいただいて帰りますと言った文の手も昔に変わらず例によって高い香りが髪にまで染み込んでいた」「会ってその後の夢物語をしたいという男の願いは 到底聞きき入れることはできない。それならどうしたらいいかと思い乱れて女はそこにひれ伏して泣いていたがやがて心を決めてその手紙を突き返した女がたださめざめと泣いてばかりいて物も言わないので弟は仕方なしに心を残して帰っていった薫はわらわの帰るのを待っていたが この話を聞「いろいろこれまでのことなどを思い出して薫の心には誰か男のために隠されているのではないだろうかなどとあらぬ疑いも起こるのであった」。